Good morning、おはようございます。目覚めはいかがですか僕はバッチリですよ。今日もあなたにバイブルからの言葉をプレゼントしたいと思います。イエスは言われた。私は命のパンです。私に来るものは決して植えることがなく、私を信じるものは決して書くことはありません。 あなたを潤し、あなたを満たす方、魂のロッカー、イエス・キリストの言葉です。私たちは日々の歩みの中で、心が乾いたり、飢えたりします。でもこの方は、私が来たのは、あなた方が命を得、それを豊かに持つためです。と語っています。ぜひぜひ、今日の一日、 この私が共にいると約束してくださっているそのジーザスを心の中に感じながら心潤され満たされそしてその喜びがあなたを通して語る言葉やまたそのアクション活動を通して多くの人に伝わっていくそういう人になりますよ、ね。Have a good day!